はい、こんにちは。コロナ対応のアルゼンチン単語で、今日はサンドイッチ、サンドチートというのをね、してみたいと思います。まずは交代の音からですね。シュルリン、シュルリンと回って、そしてピト、ね、ここをね、ピト。これなかなかね、大変ですけども、ピトッと、パラーラ、パラーラを止めるということですね。止めて、挟む、サンチート。そして、足を男性変えて、女性を引き寄せてきたら、女性は、これも一緒ね、パラーラのとこから、パサーラをして、膨張して、向かい合い、そして、レソルシオンに繋いで終われば、バッチリですね。もう一回しましょう。で、交代の王朝。そしてパラダで止めて、挟んで、で、順番はこうですね。男性右足体重、女性左足体重になって、まずは横に。男性はトラスピエで一歩、余分にね、パッと右足、女性に悟られないように右足に体重を乗せます。女性は両足を置いたまま、回転のリードを受けて、左足交代しますね。そしてぐーるん、ね、両膝を揃えておきましょう。ぐーるん、両膝を揃えて、下がり始めます。まあ、3回交代の応酬をしたら、4歩目は女性小さくして乗りますね、完全に。で、男性はその際、次に右足を女性の左足でちょっと回転して、もうちょっと見やすいでしょうかね。で、この位置ですね、ここら辺にピトッと優しく当てますね。これは大体この足を、まあ、こういうふうに掴むということですからね。ただ靴を履いてますからね、そんな指は掴めませんので、で、挟んで、サンドチートをしたら、交代して、まあ、乗っちゃってもいいんですけどね、ちょっとおしゃれに伸ばしたままにして、そして、女性をまた別のパラーラで止めて、そして、女性はすねをシュルシュルとさすって、前進して、元の状態になって、またここは横行ってもいいし、